二宮尊徳、二宮隆典は、江戸時代後期の形成家、農政家、思想家である。通称は、金次郎であるが、一般には、金次郎と表記されてしまうことが多い。また、意味名の、尊徳は、正確には、隆則と読むが、有色読みで、尊徳と読まれることが多い。形成催眠を目指して、法徳思想を唱え、法徳司法と呼ばれる。 農村復興政策を指導した。相模国足柄上郡香山村、現在の神奈川県小田原市香山に、百姓、二宮里恵門の長男として生まれる。母は、蘇我別所村、河久保太平の娘、吉。孫徳の弟には、二宮三郎左衛門の養子、友吉、常五郎と富次郎がいる。孫徳は、まず、堀の内村の中島安上門の娘、 昨日妻とするが、エン。ついで二十歳若いが低粛音量な飯泉村の岡田宝エ衛門の娘、奈美、奈美子をめとった。後者は、剣婦人と称される。子息は、昨日野との間に、長男の徳太郎がいたが溶接しており、奈美との間に、嫡男の巫女行、八太郎、長女、文、富田後継室がいる。当時の香山村は、小田原半寮であった。 七里江門は、ヤブ銀ン江門から十三国の田畑と屋敷を受け継いでおり、当初は豊かだったが散財を重ねていた。そこに、金次郎が五歳の時の完成三年、1791年8月5日、南関東を襲った暴風で、付近を流れる佐川の坂口の包みが決壊し、金次郎の住む東か山一帯が、濁流に押し流されてしまった。その影響で、父の田畑は、 砂レキとかし、家も流出した。開墾に従事して、田畑は、数年で復旧したが、借材を抱えて家計は貧する。完成九年、1797年、父が眼病を患う。金次郎12歳の時、佐古川堤防工事の夫役を父に代わって務めるが、年少ゆえ働きが足りないと憂い、自ら夜にわらじを作って配布して献じた。この頃、 寺に入れられていた弟ゆうきちが耐えきれずに寺から戻った。完成十二年、1800年、父の病気が悪化し、9月に没する。母よしが働くために前年生まれた富次郎を人の家に預けるが、父針がひどくて家に戻す。14歳の金次郎が朝は早起きして、久野山に焚き木取り、夜はわらじ作りをして、一家四人の生計を立てた。今日は二年。 1802年、貧困の中で、母が亡くなった。まだ幼い二人の弟は、母の実家川久保家に預け、金次郎は祖父、おじ一万兵への家に身を寄せることとなった。しかしこの年にまた、佐古川が氾濫し、金次郎の土地は水害に襲われてすべて流出してしまった。金次郎は、本家、祖父の家で農業に励み、身を粉にして働いたが、 ケチな一万兵へは金次郎が夜に読書をするのを、明かり油の無駄遣いとして嫌い、しばしば口汚く罵られた。そこで金次郎は柵を講じ、堤防に油菜を植え、それで菜種油を取って、明かり油とした。また、田植えの際に余って捨てられた苗を、用水堀に植えて、米一票の収穫を得た。文化元年、千八百四年、一万票への家を離れ、 同村の親族、岡部伊助方に寄宿。この年に旅行の五票を得て、翌年は親戚で名主の二宮七左衛門方に寄宿。さらに、ここで旅行の二十票を得て、文化三年、1806年に家に戻り、二十歳で成果の最高に着手する。家を修復し、室入り電磁の一部を買い戻し、田畑を古作に出すなどして、収入の増加を図った。 しかし他方で、弟の富次郎はこの頃に亡くなった。成果の最高に成功すると、金次郎は、地主、農園経営を行いながら、自身は、小田原に出て、武家奉公人としても働いた。この頃までに、身長が六尺、約百八十センチ強を超えていたという伝承もある。また、体重は九十四キログラムあったと言われている。小田原藩主の岩瀬左平。 牧島宗衛門らに仕えた。文化五年、1808年、母の実家川久保家が貧窮するとこれを資金援助し、翌年には二宮宗本家衛門後の再興を宣言し、基金を立ち上げた。その頃、小田原藩で1200石取りの過労をしている、服部十郎兵衛が、親族の助言により、金次郎に、服部家の火星の立て直しを依頼した。 金次郎は五年計画の節約でこれを救うことを約束し、文化十一年、1814年に、服部家の財務を整理して千両の負債を焼却し、余剰金三百両を送ったが、自らは一銭の報酬も受け取らなかった。この評判によって、小田原藩内で名前が知られるようになった。文化十三年、1816年、前年に家に戻った、友義。 常五郎を一万票への長男、サブロ衛門モンの養子とし、自らも最初の妻をめとった。文政元年、1818 18年、藩主、大久保忠実が、公師切符記得者の表彰を行った時に、その中に金次郎の名もあった。文政二年、1819年、生まればかりの長男が溶接。家風に合わぬという口実で妻木野が離別を申し出たので、離縁した。 翌年、三十四歳の金次郎は十六歳の波と再婚した。同年、田,田座ざ猫が民間の権威を求めた際に、金次郎は、公米領収末の改正を権限。これが採用されて、塗料を改正した。また、小田原藩士のための定理除化手法及び、五条項を起こした。文政四年、1821年、二度目の伊勢モから戻った金次郎は、 小田原藩主大久保家の文家、宇津家の旗の土地業所であった、下屋国羽賀軍桜町が荒廃しているということで、その最高救済を藩主より命じられた。文政六年、1823年、金次郎は、名主役柄、皇后国二人ぶの大遇、移動領米50票、支度領米200票50金を給されて、桜町に移住して、再建に着手した。 文政九年1826年には、うつけ家臣、横山周平が、同役金番となって、江戸に行ったため、金次郎が、組頭閣に昇進して、桜町主席となった。再建は、村民の抵抗にあって難航していたが、天保二年1831年には、商売四百二十六票を収める成果を挙げるに、至り、同五年には三百三十票を返納し、 同7年には放治4000国総900国のところを実習3000国にまで増やしたので分度、支出の限度を2000国に定めて再建を成し遂げた。その方法は法徳司法として他の藩となる。ただしこれらの復興政策は必ずしもうまくいったというわけではなく村人らに反感を持たれた時は突然行方不明になった。 間もなく成田山で断食修行していることが判明し、修行を終えて戻ると村人らの反感もなくなっていたという。天保三年1832年には、桜町より三里先の日立国神壁郡青木村の旗本川添勝三郎より依頼を受けて伝授。天保四年1833年には、天保の大飢饉が関東を襲ったため、判明で、 下津家カラス山の大久保領の領民を救済。天保五年、1834年には、八田部細川家の家政を、中村厳順を介して改善。天保七年、1836年、重病の田だ根公により、小田原に呼ばれ、功績を称されるとともに、基金にある小田原の救済を命じられる。駿河、相模、伊豆の三州の救済は、 近畿を要するということで、金占量を得られる。金次郎は、小田原家臣と協議し、倉米を放出して、村々を救急。天保九年、1838年、石川市の下立の所領1万3000石が3分の1に減収していたのを復興し、3万金の借金を焼却して、分度外の余剰500票を出す。天保十一年、1840年、 伊豆の大館江川氏の招きを受けて、高田形多田だやじえ門家を再興。天保十三年、1842年、幕府に飯抱えられ、不信役格となって因場沼開拓、利根川離水について二件の提案を行ったが、結局、それは採用されなかった。翌年、幕府直轄領、天領下卯大政合村の司法を命じられ、高下元年、1844年には、 日光山寮の司法を命じられる。翌年、下助毛家の大官山内氏の俗里となって、毛家に移住。日光神寮を回って、日光奉行の配下で司法を施していたが、三度目の病を発し、安政三年、1856年下谷国今、市村、現在の栃木県日光市の法徳役所にて没した。去年七十。海名は誠。 明院匠誉,誉法徳中世古寺。明治十四年1891年十一月十六日に十四位が追増されている。尊徳に関しては多くの逸話が残っている。事実かどうか確認できないものも多いが、伝記などに多く記述される代表的な逸話には次のようなものがある。これらの逸話の多くは、弟子の富田光景が表した尊徳の伝記。 宝徳記を由来とする。ただし、孫徳自身は、幼少期の頃について、全く語らなかったため、孔継は、村人から聞いた話を記したに過ぎず、これらの逸話については、孔継自身も信憑性は保証できないとしている。孫徳を祀る二宮神社が、記事の小田原、宝徳二宮神社、終焉の地、今市、孔徳二宮神社、四方の地、栃木県もおかし 桜町二宮神社などにある。宝徳二宮神社の尊徳像には、経済なき道徳はざれごとであり、道徳なき経済は犯罪であるという言葉が掲げられている。各地の小学校などに多く建てられた、焚木を背負いながら本を読んで歩く姿、不振読書図と呼ばれるに関する記述は、明治十四年、1881年発行の宝徳記が書室である。 そこには、大学の章を懐にして、途中踏みながら背を称し、章も怠らず、とある。この、章を懐にしてを、懐中か、胸の前でもってと解釈するかは、判断に迷うところだが、金次郎像では、後者で、解釈されている。ただし先日のように、宝徳期の損徳幼少記の記述は信憑性が薄く、このような姿で実際に歩いていたという事実があったかは、 疑問が残る。宝徳記をとにした、高田老藩著の二宮尊徳王、1891年10月の挿絵、小林栄光画で初めて不審読書図の挿絵が使われた。ただし、これ以前からすでにこの図用に近い少年像は存在していた。金次郎の肖像画のルーツは中国の主外神図にあり、これが仮の葉に、 伝統的な画題として代々伝わり、その末への栄光もこれを参考にしたと想定される。確認されている最初のこの姿の像は、明治43年1910年に岡崎幸生が東京聴講会に出品したものである。明治37年1904年以降、国定教科書に終身の象徴として尊徳が取り上げられるようになった。小学唱歌にも、 二宮金次郎という曲がある。しかし、終身国定教科書には、金次郎の逸話は取り上げられたものの、不振読書図は一度も掲載されていない。不振読書図が広まったのは、売約版画や引き札、子供向けの電気類による。これらの学校教育や、地方自治における国家の指導に、金次郎が利用された経緯には、孫徳の実践した自助的な能性をモデルとすることで、 自主的に国家に献身、奉公する国民の育成を目的とし、統合政策の展開があった。この金次郎の政治利用は山形有友を中心とする人脈によって行われており、特に平田塔介、岡田良平、一喜,喜と苦労らによる指導が大きかった。小学校の校庭などに見られる金次郎像は彼らの政策によって展開された。 社会環境を前提として国家の政策論理に同調することで営業活動を行った石材業者や石膏らによって広まったとされ、小学校に建てられた金次郎像で最も古いものは大正13年、1924年、愛知県前、芝村建前、芝高等尋常小学校、現都与橋市立前芝小学校に建てられたものである。その後、昭和初期に、 地元民や卒業生の寄付によって各地の小学校に像が多く建てられた。その時大きさが1メートルとされ子供たちに1メートルの長さを実感させるのに一役買ったと言われることあるが実際に当時に制作された像はきっかり1メートルではないことが多い。これは昭和15年1940年頃に量産された特定の像に関する逸話が一人歩きしたものと 考えられる。この像が戦後 GHQ の指令により廃棄されたと言われることがあるが、二宮尊徳が占領下の昭和21年1946年に日本銀行券一円券の肖像画に採用されていることからもわかる通り、像の現象と連合軍装司令部は特に関係はない。戦前の像は正度性のものが多く、 これらの多くが第二次世界大戦中の金属教室によって亡くなったため混同されたものと考えられる。金属教室に際して教育的配慮として教師や児童の立ち合いの下で像にたすきをかけて走行式を挙行し戦地に送り出したり撤収後の台座に二宮尊徳先生銅像大東亜戦争のため王将の札が当てられたこともある。 石像のものはその後の時代も残った。また、残った台座の上に、新たに銅像やコンクリート像などが作られることも、あった。像のように焚き木を背負ったまま本を読んで歩いたという、事実が確認できることと、児童が像の真似をして本を読みながら、道路を歩くと交通安全上問題があることから、1970年代以降、校舎の建て替え時などに徐々に撤去され、像の数は、 減少傾向にあるほか、現在の児童の教育方針に合わないなどの理由で、破損しても補修に難色を示す教育委員会もある。岐阜市歴史博物館調べによると、市内の小学校の55.1%に、二宮金次郎像が存在し、2001年現在、近隣市町村を含めると 58.、58.5%の小学校に二宮金次郎像が存在する。 また、平成15年、2003年に、小田原駅が改築され、強常化された際、デッキに損得の像が新しく建てられた。2010年代に入って歩きスマホの危険性が、社会問題になったが、この問題を受けて、いまいち一円会が2016年に、日光市立南原小学校に寄贈した石像は、立像ではなく、座像となっている。なお、学校の階段では、 二宮金次郎像が夜中の皇帝を駆け回るという話が典型的に語られている。孫徳記念館が神奈川県小田原鹿山にある。栃木県も歌市にも二宮孫徳資料館がある。荒廃した村を再建した孫徳の偉業を称えて茨城県桜川市真壁町旧青木村に検証碑が建てられている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。